文化湾の水箱です。池田子、わかります？綺麗に向けますから、はい、さっとね、唐揚げにしていきます。薄くね、スーッと麺粉みたいに均等に入れていきます。完成しました。前野です。アウンの松本です。いつもありがとうございます。はい、ということで今日も始まってまいりました。もう本当にこう楽しみの時間ですよ。今日当て作っていきたいと思います。今日はですね、今美味しいんですよ、噴火湾の水だこ、池田子ですね。もうバリバリに生きてるやつですね。今日は池田子のお刺身の作り方を、ちょっといろんな作り方をですね、皆さんにお伝えしていければなと思いますので、今日も飲みますんで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。おう、ではそれでは始めていきましょう。噴火湾の水だこです。池田子生きてますよ。これスーパーにも並んだりしますよね。これ選ぶ時のポイントですよ。叩きましょう。にゃーっとこうグーッと、わかります？音、このスーパーでやったら怒られますからね、店員さんに。皆さんはやんないでくださいよ。これ市場ではね、もう仲いい仲買いさんとパーッとこう閉まりますから、もう許してくれるんですよ。こうやって選ぶんですね。はい、じゃあもう正真正銘生きてるタコを作っていきたいと思います。いいなー、うまいんだこれが。はい、でこういうですね、先っちょの部分ですね、これよく言われるのが、これはね、ちょっと先はね、泥噛んでるからイカとかでも外すんですよね。ここら辺はもうね、こうカットしてこう唐揚げにしていきましょうよ。唐揚げね、今日はあしらいにしていきます。この包丁カンポンポンポンって入れて、これね、無駄にしない、こういうところも捨てない、このね、ビラビラ、こ吸盤外さないでくださいね。このね、ビラビラのところね、スーッと包丁入れていきましょう。はい、でここはさすがにいらないかな。はい、あとはね、こうカットしていきましょう。はい、ちょっと食べやすいようにね、この包丁をこうやって入れて切っていく。これ唐揚げを、これがうまいんだ。はい、ではこれはですね、軽く醤油とお酒で洗って片栗につけてね、唐揚げにしていきましょう。はい、じゃあそれではこれを剥いていきましょう。はい、これはですね、この根元の部分ですね。はい、根元の部分に包丁を入れて、よく小学校の頃やりませんでした、靴下こうくるくるくるって巻くみたいな。はい、そういう風にね、剥がしていきますんで、まずは、はい、このスタート地点をめくっていきましょう。はい、このね、仕込み好きなの、これツルツルツルって言って気持ちよくね、剥けるんですよ。最初のスタートだけね、ちょっときっかけ作ってあげるんですね。きっかけができましたら、あとはね、このおしぼりですとか、タオルですとか、ペーパータオルでこうね、引っ張るだけ。よいしょ。とペラペラペラって剥けますから、よいしょ。いや、これやったら、これ水だこなんですけど、噴火湾のマダコもやろう。マダコ来週マダコやろう、決めた。今アイデア出ました。タコ好きなんだ俺。はい、そうするとこういう風に綺麗に剥けますから。はい、こういう感じでね、どんどん、これね、失敗しないですから、誰やってもね、失敗しない、このやり方で。包丁でこうね、上手、自信のある人はね、包丁で進めてってもいいんですよ。いいんだけど、誰でもできる方法でね、やるのが一番ですよ。ほら、来た。ここら辺まで来たら、あと一気に行きましょう。このまま。なんと。言葉の割にあんま進んでないですね。そう。まあ、できた。いや、これね、スルっていきますから。ちゃんと皆さん、上手な人は。慣れ。よいしょ。ほら、来た。じゃあ最後プッと、はい、こんな感じになります。はい、でこれをね、お刺身で後で作るんですけど、冷蔵庫入れておきましょう。これでね、やっぱり美味しいのは吸盤、うまいんだ。吸盤取るときはもう力入れないで、包丁でね、一個ずつ外していくんです。これ、はい、これさっきめくれましたから、こう見てください。吸盤ね、こう広げて、こうやって切らなくていいんですよ。こう上こそぐ感じでやると吸盤きれいに取れますから。ほら、
な感じでね、吸盤だけ外してってください。吸盤だけ、はい、このキノコみたいな、キノコみたいな形になったら、こういい吸盤の取り方です。はい、こう悪い吸盤の取り方はこれ、こういうのは悪い吸盤の取り方です。ベチャーってなると、こういうね、吸盤の周りの皮は包丁でね、こうちょっと探りながら入れるとキノコみたいにできますから、はい、こんな感じ。はい、吸盤を手くっついてますよ、ほら、ほら、めちゃめちゃ鮮度いいじゃん。ちっちゃいところはそんな気にならないんで、2つつけてもいいかもしれないですね、ちっちゃいところになったら。これはね、塩ゆでにして氷水で締めていきます。先の部分ですね、お酒と、お醤油半々にして、ちょっと軽く七味を混ぜてもみ洗いして片栗つけた、これを揚げるだけ。これなんすか、これ嫌いな人いるんですか、これタコの唐揚げ絶対飲めるでしょこれ。はい、で揚げてる間にね、これ揚がりますね、大体2分ぐらいかな。もう生きてるの刺身で食べられるんで、まあ、さっとね唐揚げにしていきます。あとね吸盤茹でていきましょう。はい、それでは沸騰したお湯に吸盤入れていきます。はい、でこれで約10秒ぐらいしたら氷に揚げていきましょう。はい、で氷で冷ましてよくね、ゴミ今あんまりついてないんですけど、ゴミついてたらゴミ取っていきましょう。タコの唐揚げ揚げていきます。いや、うまそう、楽しみなんだ。今日ね、軽く薄造りと菊花造りやっていきたいと思いますので、そうだな、薄造りのところはちょっと太めのところ行こうかな。ここは、薄造りはね、軽く周り霜降ると美味しいですから、もっと湯に通すぐらい。そうだな。でこちらはでさあ、軽く湯に通して氷で締めていきます。ほんとサッとです。はい、ではこれはですね、軽く周りに火通したタコですね。はい、でこっちが火通してないタコ、分かりますかね、この感じ、この一瞬が白いところで軽い旨味、甘みになってるんですよ。これね、薄くスライスしていきましょう。これね、本当に薄くスーッと、まあ、カッチカチなんだこれ。はい、これね、薄くね、スーッと引くように、そのこんな感じですね。はい、2貫ずついっちゃおうかな。これね、塩とポン酢で食べていきます。贅沢。もう分かります、こうやってこれボイル、周りボイルしてもめちゃめちゃ生きてんで、これ出す前にこんな楽しみ方、めんこみたいにグニューって、分かります、めんこ思い出すでしょ、ちょっと昭和の方、グニューって。こうなると食感がね、パチンとしてきますんで、これお花みたいで綺麗ですよね。僕だけですか、お花に見えるの。はい、ということでちょっとね、お花を作ってもう一つ菊花作りしていきましょう。菊花作りはもうね、厚く、このぐらい、薄く切らないで、このぐらい厚く切ってください。ドツッ、ブツ。はい、で厚く切って、かなこに入れてください。と深く、こんぐらいまで、8分か7分ぐらいまで入れてください。こんな感じですね。はい、こう生きてるんで手切らないように気をつけてくださいね。はい、あと逆、縦と横に均等に入れていきます。あんまり細かくやるとね、ちょっと見づらくなっちゃうんで、手切らないんで、そこだけ気をつけて。はい、あんまね、こうかっこいい仕事しようとして、細かくやりすぎないのがこれね、ちょっとポイントになってきます、綺麗に見えるかどうか。これをまた先ほどのめんこみたいに、うにゅーって、はい、これがね、菊花作りですね。はい、でこれを盛り付けていきましょう。はい、それでは完成しました、タコ5点盛り。いや、まずこれが薄造りの、もう塩かかってますから、これすだちでもう塩乗せてます。はい、でこれが薄造りそのパート2、これポン酢でいただきます。でこれ厚く切った菊花作り、これはね、あれでいただきます。はい、そして吸盤本わさびで、で唐揚げ、何から食べるんだこれ。それでは
何から食べますかこれ。ちょっと迷うところですよね。はい、それでは美味しいうちにいただきたいと思います。いただきます。ちょっとね、やっぱり口洗いたいんで、私はね、もうこの口洗いにぴったりな唐揚げからいきたいと思います。いやー、うまそう。いただきます。うまいね。もう噛めば噛むほど味が出てる。いや、たまらんな、これうまい。で、やっぱりね、タコの唐揚げに合うのはもうこれでしょね、やっぱこれですよ。これをなんでちょっと刺身で楽しみたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様です。乾杯。今からこれ一緒に楽しめると思うと幸せだな。じゃあ次行きましょう。次ですね。次はね、これさっと周りだけ湯引きしたタコなんですけど、これはね、塩とすだち、もう味付いてますんで、このままいただきます。うーん、いや、タコの甘みがずっと楽しめますね。シンプルで、やっぱスターターこれですよね。うん。で、次はね、ポン酢でいただきたいと思います。いや、もうこのタコとポン酢、絶対うまいっすよ、これ。最高の組み合わせ。いただきまーす。いやー、10枚欲しいですね、今はね。この味、10枚欲しい。でも、まあ、ちょっと次進めていかなきゃいけないんで。次、9番は、もう、本わさびに醤油ですね。うん、うまっ、うまっ。これ皆さん、チューブのわさびもいいんですけど、もし生もの楽しむときは本わさびでやってもいいかもしれませんね。いや、本わさびなんかすごい豊かな気持ちになる、個人的に。すいません。いや、もうあのね、わさび園もね、行きたいな。もうコロナ明けたら、もう徹底的にもう皆さんね、全国の生産者のところご案内しますから。いや、本当に仲いいとこ見てほしいな。あれとか見てほしいな。で、最後は菊花作りですね。ボリュームありますから、この厚み。これわさび醤油でももちろんいいんだけど、ちょっとね、今日ひとひねり。じゃーん、ごま油塩。以前食べてたレバ刺しのタレみたいな感じでイメージしてもらえるといいと思います。これがね、合うの。結構たっぷりめに、ごっちりこんな感じでいっちゃってください。もう肉厚のところいただきたいと思います。いや、薄いのもうまいけど、この歯ごたえ、うまみの甘み、うん、いや、もう幸せ。めちゃめちゃうまい。ああ、うまい。皆さん、すいません、これこれからね、スーパーで出ますから、出た時はちょっと今みたいな作り方をね、楽しんでいただければと思います。いや、うまかった。それにしても、じゃあ最後はちょっとビールでいただきたいで終わっていきたいと思いますので、今日皆さん素敵な一日を。最後までご視聴ありがとうございました。またまた。